ファンタスティックスの中島聡太が19日、インスタグラムでライブ配信を実施。自身の髪色が明るい理由について明かす場面があり、反響を呼んでいる。ファンタスティックス中島聡太、あえて髪色明るい理由、とは配信中にファンから寄せられた、ヤギイサミセイ君がずっと黒髪な件について、というコメントに反応した中島。 イサミセイ君は役があるから黒髪が多いわけですよ、と話し、メンバーであるヤギが演技の仕事柄黒髪が多いことに触れた。その上で僕も黒というか暗い色したいなって思う時もあったんだけど。ツインボーカルでファンタスティックスをもっと知ってもらいたいってタイミングで黒と黒はちょっともったいないって僕は思うんですよ。 僕は改めていろんな方に知ってもらいたいなと思って明るくしてて、と説明。グループでヤギとツインボーカルを組んでいるからこそ、見え方の印象を考えて、あえて明るい髪色でいるのだという。 ある、ファンタスティックス中島聡太に、性格もイケメン、の声ヤギについて、似合うじゃないですか、どっちも、と褒めつつ、優勢くんが金髪にして前髪下ろして、僕が黒髪のセンター分けにして、皆パニックにさせてみる、とお茶目に語る場面も、中島が明かした、あえて髪色が明るい理由、に、ファンタスティックスのファンからは、人柄出てる、グループ愛感じる、性格もイケメン、と反響が寄せられた、